11月5日月曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。方向性。さて、1年後あなたはどうなっていたいですか？そんなことをイメージしてみてください。そしてそのためにはどうしたらいいっていうことをちょっと意識してみてはいかがでしょうか。今日のワンポイントメッセージは方向性でした。それではまた。